北海道新聞との連動企画、同心デジタル報道チームからのコーナーです。今回は高橋記者とお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日取り上げるのはこちら、おにぎりです。さあ高橋さん、今札幌でもおにぎり専門店が増えているようですね。はい、そうなんです。飲食店の情報サイトを運営するぐるなびのデータを見てみると、札幌の中心部ではおにぎりを取り扱う店が去年に入ってから増え、今もその状態をキープしているんです。このデータはおにぎり専門店だけでなく、おにぎりをメニューとして取り扱う居酒屋などの飲食店も含んではいるんですが、それでも特に去年の夏頃にぐんと増えているのが分かりますよね。このように今おにぎりに注目が集まるのには理由があるようなんです。テイクアウトっていう文化結構定着して、リモートワークも増えたというところで、手軽に食べられるワンハンドグルメっていうのがユーザーのニーズと合っていたタタムかなっていうふうに考えています。ピクニックとかお花見とか、そういう場でもワンハンドグルメであるおにぎりっていうのは結構注目がさらに高まるのかな。物価高っていうところもあって、輸入食材に頼らないっていう食材として安定して国内で供給ができるっていうお米の良さっていうのをみんな再認識された方も結構多いのかな。アレンジの幅がすごく広いので、SNS 映えとかを意識したような具材を豪華にトッピングしたものだったりとか、けど洋風の具材合わせたりとか、結構面白い種類のおにぎりも出てきてるかなっていうふうに思ってます。さあ、コロナ禍での需要の変化、そして物価高と大きく2つのポイントがありました。ではここでこちらのグラフをご覧ください。総務省が発表している消費者物価指数の推移です。山本さんのお話にもありましたが、物価高、これに関しては確かに小麦の価格は右肩上がり上昇傾向なんですが、一方の米類は右肩下がり下降傾向なのが分かりますね。このグラフからも米の割安さに注目が集まっているとも考えられます。はい、また物価高に関連しておにぎり店は比較的初期投資を抑えて始められるというところが人気の理由とも言われています。さて、今日はスタジオに高橋さんが取材したおにぎり店の商品をご用意しました。こちら高橋さん側にあるのが、ふんわりとした握り方が特徴のアリンコのおにぎりです。アリンコは創業から40年以上経つ札幌のおにぎり店の老舗です。創業当時からほとんど変わらない王道メニューが揃っていて、どの時間帯もお客さんが途切れることはありません。そんなアリンコの創業者である南部社長に最近のおにぎり事情を聞いてきました。件数的には増えてるんじゃないですか、やっぱり。出しませんかっていうお話。いや、多いですよね。テイクアウトが強いから売り上げが落ちなかったっていうのはあると思いますよ、明らかにそれは。さあ、そしてこちらがどんぐりのおにぎりですね。はい、どんぐりはパン屋が手掛けるおにぎり店で、小麦アレルギーの人でもどんぐりの味を楽しんでほしいと2年前にオープンしました。特徴は変わり種のメニューが豊富なところです。どんぐりは惣菜パンが特に人気なんですが、その美味しい具材を生かした男性でも食べ応えのあるメニューが並んでいます。さあ、それぞれに特徴があることが分かりましたが、ただコンビニに行けばより安くおにぎりを買うこともできますよね。そうした中でおにぎり店が生き残るにはどんなことが必要でしょうか。はい、そこはやはりオリジナリティで付加価値をつけられるかだと思います。私自身取材に向けてリサーチをする中で、店の多さには大変驚きました。例えば出汁で炊いたおにぎりを出しているお店など、それぞれに個性があるんです。コンビニとも家で作るのとも違う、その個性がファンを増やし生き残るための秘訣につながってくるのではないかと思いました。また先ほどおにぎり店は初期投資を抑えて始めやすい業態と言いましたが、その上で生き残りとなると工夫と戦略が必要だと思います。ありがとうございました。今回は北海道新聞社の高橋記者とお伝えしました。